昔の思い出話というと、私ゲームが好きだったんですよね。まあ、ちょうど中学の時、セガのメガドライブって流行ってたんですよね。まあ、メガドライブ持つか、ちょっと後に出たスーパーファミコン持つか。まあ、大体どちらかみんな持ってましたね。それは当時のゲーム、皆さん何を当てにして買うのか、雑誌なんですよね。雑誌の、この先行レビューみたいな、このいわゆるプロのライターが書いたレビュー、それと写真を見て選ぶって感じなんですよね。まあ超人気ソフトになると、テレビ番組とかで紹介もあったけど、まあテレビ番組も、そういうゲームのテレビ番組も私中学の時は下火になってきた。だから有効な情報源というのは雑誌なんですよね。雑誌の写真と、それとライターの書いた記事、そこに魅力的なことが書かれてるんですよね。あと絵と、あとゲーム中の写真と、それ、あ、このゲームこんな大きいキャラが動くんだとか、このゲーム大迫力の 3D だな。でも買ってみると、実はそれがデモ画面だった、いわゆる動かない最初のオープニングの画面だった、そういうことがあるんですよね。それ実際ゲームが始まると、あの大迫力な画面は何だったんだ、そう落胆すること多いんですよね。だから昔のゲームというのは、だから昔のゲームって、なんか騙されてた、何か騙されてたところが多いのかなと思うんですよね。雑誌のライターとかに。じゃあ実際試してから、じゃあ実際見てから買えばいいだろう。そんな全てのゲームタイトルが、そう、店頭でデモされてるわけじゃないんですよね。人気のあるもの、大ヒットしてるもの、そういうものだけが店頭で上演されてて、あとのほとんどは予約販売なんですよね。予約してそれで買う。それ基本予約したもの買うしかないですからね。じゃあ誰かが買った後に、誰かが買った後に遊んでみるか。さあ、みんな同じゲーム買ってればいいですけど、みんな別々のゲーム買うわけですから、人のゲーム見て自分のゲ、人と同じゲームを買うってこともあまりしなかったんですよね。まあそうなるゲームは、まあスーパーマリオみたいに大ヒットしてるもの、大ヒットしたもの、それだけなんですよね。だから多くのものは、まあ雑誌の紹介を信じて買う、そういうことが多かった。それ多くは、それ3分の1ぐらいはがっかりする。ただまあその中に、ただまあゲームとしては完成度高いから、まあそれなりに楽しむ、そんな遊び方だったのかなと思いますね。それと最近の、それと昔のゲーム、YouTube とかに上がってますね。それ見ると、こんなにしょぼかったっけみたいな。サウンドとかも、当時はすごく重厚感があるように聞こえた。でも実際聞いてみると、そんな重厚感がない。不思議なんですよね。まあそのことを Facebook で呟いたら、君が大人になったからだよ。まあ確かにそうかもしれないですよ。やっぱ音に関する考え方が超えてきたのかな。あの当時のゲームの迫力あるサウンド、今聞くと迫力ないんですよね。爆発音も重厚感ある爆発音というよりかは、なんかガーとかとうるさくなってるだけ。低音もあんまし響いてない。
そんな感じなんですよね。まあもしかしたらそのメガドライブとかスーパーファミコンの実機だったらもっと迫力ある音がする、そうとも言われてるけど、それも謎ですよね。まあなんかゲームというと皆さんなんか甘い思い出とかないのかな、なんかコメントくださいよ。